前回はちゃんとプレデター行きましたもんね、有言実行で。ああ、なんとかギリギリ滑り込んでプレデター。めちゃめちゃ大変、1日12時間とか。そんなやってたんだ。やって、で一応放送もしてるんだけど、まだそんなに人集まってないから、見てくれてる方が1人とかを12時間ずっと見てくれてるわけじゃないけど、まあいろいろな方がこう1人とか2人とか見に来てくれて、で、まあ、コメント来る？コメントたまに来るけど、ほぼ知り合いの方で、登録してくれてる、まだコメントくれてない方とも結構いて、その方は見てくれてるだけなのか分かんないけど、見てくれて。そのな、僕の印象として、うん、ゼロトルクさんはこう、はい、なんだ、まあ、普段、まあツイッターとかでも書いてるけども、怒りの感情だとかは、はい、無駄無駄無駄みたいな、はい、こんなの良くない良くないっていうこと言いますけど、はい、ことゲームになると結構イライラしだすっていうふうに思ってて、あ、もう、あの僕ですね、あ、スポーツゲームとか遊びに関しては結構もう感情出ちゃいます普通に思ったけど出していいと思うよ。出していいですか。あの怒り方のうまさとかが、うん、ただ感情的になるんじゃなくて、うん、怒る喜怒哀楽って昔からあるように、はいはい、怒る、はい、それで怒るっていうのは、はい、二次感情みたいな、はい、その前に何かが悲しいから怒る、はい、辛いから怒る、自分味方がポンコツだから切れる無能オーナーマサオがポンコツだから切れる とか、そうそう、とかその自分の価値観と違うから怒る、うんうん、でここで感情的になるじゃん、はい、この説明をするのに、はい、怒るっていう方法は僕は大事だと思う。それが大声を出してそれを説明すると、はい、その人にとってあこれはすごく大事なことだ、重要な、はい、この人にとって重要なことなんだから、はい、僕も真剣に聞こうっていうふうになるから、ただ大声出して怒るんじゃなくて、その説明をちゃんとしながら怒るっていうのが、はい、僕は全然それは怒っていいと思う。それができるのなら、はい、でそれをアンガーマネジメントっていうんですよ。おお、怒りをマネジメントしていくわけですね。あ、なるほど。ただ感情的なんですけど、はい、最初の一次感情を伝える方法として怒るっていうのが、それをマネジメントするっていうのであれば全然僕は、だって昔から喜怒哀楽ってあるんです。そうですね、人間の本能。自分もそんな怒ったりしないでしょ。え、あ、僕、あ、確かにそんなマネジメント、アンガーマネジメントしろよ、したら、あい、え、僕はそのできんのかって、お前アンガーマネジメント、えなあできる？できる、うん、できん、やってみる、やってみよう。僕が怒る前に涙が出てきちゃう、うん、あー分かる、でも俺もそうよ、うん、でこれはやっぱ本能、人間、動物だって怒るし、うん、本能の一つだから怒っていい、うん、マネジメントできるな、で人間はそれをマネジメントできるっていう能力があるんだから怒っていい、怒っていいんだよ、怒っていいんだよ。まあでもマネジメントして怒ってね、あの感情さ、もう止められないやつはダメでしょ、うんうん、ダメだ、ね、それは、うん、で意味がない、うん、マネジメントして怒ろうね。プレデターに行くまでのその12時間やってもなかなか多分進まない時に爆発はしなかったんですか、今回は。いやもうあの貧乏ゆすりしながら、電子タバコ吸いながら、ギリギリだね味方お前どこ見てんだよっていうのはまあでもやっぱコミュニケーション取れないんで、ノラ同士の、味方お前どこ見てんだよっていうのは思っていながらも、でもぶつける相手もいないんで、放送中だし、放送中だし、放送中だし、味方お前どこ見てんだよっていうのは心の中ではずっと思ってますけど。